メールの添付ファイルを開いてみましょう。このファイルを確認したいので、添付ファイルをタップします。メールアプリでは、ファイルを開いて読めますが、変更することはできません。変更するには、文章をタップして、この矢印、ワードで開くとタップします。これでワードに表示されましたが、 まだ読み取り専用モードなので編集できるように保存して編集をタップします。ここでファイルの保存先を指定します。今回は OneDrive for Business にします。わかりやすいファイル名に変更して保存をタップします。これでファイルが保存され変更できます。変更したらメールで返送します。 それには、共有をタップし、リンクか添付ファイルとして送信します。